アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が巨漢が悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和5年11月4日、場所は九州春日公園球技場にて、2023九州学生アメリカンフットボールリーグ選手権最終節になります。その最後の試合、西南学院大学グリーンドルフィンズ対福岡大学ブラックナイツの一戦が行われます。試合開始は前の試合の影響ありまして、キックオフ17時と変更になっております。配信もそれに合わせてスタート遅れておりますので、ご了承のことをよろしくお願い申し上げます。両チームサイドラインにありまして、ウォームアップを終えまして、今試合開始の時を待とうとしております。さあ審判団中央に歩み寄りまして、両チーム首脳陣を招き入れます。これより試合開始前のコイントスを行います。手前側に陣取っておりますのがホームスタンド側になります、西南学院大学グリーンドルフィンズ。近年九州勢の中でもまさに頂点にあるといったチームでしょう。ここ数年常に王者として関西勢を脅かしておりました。しかし今シーズンは前節九州大学に苦杯をなめ、結果的にこれによりまして、チャンピオン獲得ならずという形に終わりました。年の状態ではあるかと思いますが、この最終節白星で終える形でその王者の貢献を見せたいといったところでしょう。しかしそれに対しますのは同じく三強の一角にあります福岡大学ブラックナイツです。こちらもかつては西南大学を上回る強豪チームでありました。そして現在でも優勝候補の一角にあります。常にこの両校がしのぎを削る形で行われておりまして、これに九州大学を加えた三校が九州三強と呼ばれておりました。今シーズンはその中の一角九州大学がそれを制し、甲子園ボールトーナメント出場する形になりましたが、しかしその三強の名に恥じないその地位を保たんと、この両雄ここで決戦いたします。西南学院キックオフ、福岡大学リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の正式ゲージで行われます。両チームサイドラインで激を飛ばしまして、フィードに散り、これより試合開始となります。まず試合は西南学院のキックオフで始まる形になります。キックオフを務めますキックオフキッカーは9番の森岡です。春日高校出身の参加生です。対しまして福岡大学はリターナー2人配置しております。2番の選手と18番の選手がリターナーに入っております。2番は江島、春日高校の出身の3回生、18番は山口、筑前高校出身の4回生です。さあ福岡大リターンに入ります。
これを成覧しておりました。結果的に福岡大学自陣24ヤード付近からの攻撃という形に変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権継続とするか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは福岡大学は自陣24ヤードからの攻撃。福岡大学ファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。まずパスから入りました。アメリカンフットボールはボールの、プレーの開始点から後方より一度だけ前にパスが投げれます。この権利使いまして、まずパスによって攻撃の展開を図ろうとしましたが、これはカバーされパス不成功となっています。前パスは失敗ですと元の地点にボールは戻され、次の攻撃に変わります。従いまして福岡大学セカンドダウン点となります。ボール運は変わらず自陣24ヤード。ターンオーバー。ここで福岡大学ランをフェイクにしてパスを投じようとしましたが、このパスを逆に西南大学院にインターセプトされました。しかしここでイエローフラッグが投じられています。審判団から黄色いウエストが落とされますとイエローフラッグ、反則を意味します。さあこのプレー、果たしてどの段階で反則があったでしょうか、そしてそれはどちらにあったでしょうか。まもなく審判団からその内容がコールされます。フラッグは無効です。この反則、このプレーで反則はありませんでした。正常なプレーとして完結します。従いましてインターセプト成立です。西南学院44番のインターセプトでターンオーバーです。攻守交代。見事インターセプトしましたのは西南学院の44番の奥田、東陵高校の2回生、東陵高校出身2回生です。さあ西南学院絶好のポジションからの攻撃に入ります。相手陣22ヤードからのファーストダウン10。さあこちらはまずランプレーから入りました。後方にいましたランディングバックにハンドオフしまして、41番右オフタックルを突破しまして約6ヤードから7ヤードのゲインとなっています。倒れた地点までが攻撃の前進、そして終了地点となります。従いまして、西南学院はセカンドダウン4の状況で2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は4ヤードと変わりました。キャリア41番は脇田でした。西風高校出身の4回生です。今度は福岡大がナイスです。同じく41番にボールを託し、右オフタックル掴むというところでしたが、今度は福岡大の41番がタックルしまして、このランプレーを阻止。41番木村、素晴らしいプレーでした。総督高校出身の4回生。さあ西南学院サードダウン6の状況になります。この6ヤード突破なるでしょうか、福岡大止めれるでしょうか。三度のランプレー。さあ中央切れ込んだが、このプレー判定どうだったか。攻撃権更新です。ファースト西南学院41番3度目のランプレーで攻撃権更新果たしました。西南学院ファースト41番の脇田、ここはその自らの走りでチームのリズムを刻んでいっております。さあ西南学院ファーストダウン10、ボールオンは相手陣12ヤード。パス成功、いやパス不成功です。パス不成功の判定です。ここでパスプレーに入りました。西南学院ターゲット1番でしたが、これをキャッチした際にボールがホールドできておりませんでした。従いましてパス不成功になっております。前パス失敗ですのでセカンドダウンに変わります。ハノハノ様、メッセージありがとうございます。正直言いますとこの時間の配信、非常に後々のことを考えると不安がありますが、できるこの熱戦はやはり取りたいと思いまして、ここで踏みとどまらせていただきました。
ここでクロックにトラブルがありまして、レフェリータイムアウトが入っております。オフェンスの制限時間を示すプレークロックにトラブルが発生しているようです。ラグビー様メッセージありがとうございます。スコアが前の試合のスコアをそのまま引き継いでいました。失礼いたしました。さあここでオプションプレーを西南学院展開しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーですが、ここはランニングバックにピッチし託しました。これが構想失約5ヤードの原因となっています。西南学院サーダウン5、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は5ヤード、そしてエンドゾーンまで残りわずかの状況になっております。しかしこのランを取った福岡大学、中央のプレーをディフェンスラインマン殺到しまして阻止、1ヤード押し返してフォースダウンに変わります。あの花様の応援メッセージが届いたかもしれません。今素晴らしいディフェンスを見せました。さあ西南、しかしここは完工します。フォースダウンギャンブル、一気にタッチダウンを狙うワンプレートするのか。タッチダウン、タッチダウン、ここでタッチダウンに出ました。中央に切れ込んできた YOC は1番すれ違いざまにエンドゾーンでパスをキャッチしましてタッチダウン。西南学院6点獲得となりました。見事フォースダウンギャンブル成功しタッチダウンしました。ワイドレシーバー1番は古川、八女学院高校出身の4回生です。キック成功、1点追加。西南学院大学0点、福岡大学0点。まず西南学院がタッチダウンで先制する形になりました。序盤戦福岡大学に思わぬミスがありまして、この隙を逃さず西南学院がタッチダウンを上げる形でまず先制しております。その得点を挙げました西南学院のキックオフで試合再開です。アメリカンフットボールはラグビーと違いまして、得点を挙げた側のキックオフで試合が再開です。さあ福岡大リターンに入った。しかしこれを西南ナイスカバー。福岡大学自陣23ヤードからの攻撃と変えます。花本さんは本日はリーグの方での中継は行っていないとのことです。福岡大学自陣22ヤードの位置からの攻撃となります。福岡大学ファーストダウン10。不成功。クォーターバック11番左に流れてターゲットを探しながらパスを投じましたが、しかしコントロール定まらずパス不成功となっています。ダウン1つ変わりましてセカンドダウンに変わります。福岡大学自陣22ヤードからセカンドダウン10。
ここでオプションプレーを選択しました。ラニバックにピッチしまして、ラニバック20番右オープンに展開、約3ヤードから4ヤードのゲインと変えています。福岡大学20番のプレイヤー、素晴らしいランでした。福岡大学サードダウン6、ボールオンは自陣26ヤードの位置にあります。クォーターバック11番、パスを投じようとしましたが、プレッシャーからスクランブル、しかしこれを西南大学ディフェンス陣カバーしておりまして、フォースダウンとします。西南学院のディフェンスの圧力厳しいか、福岡大学攻め手に鍵となるプレーが見出せず、現在あるように感じます。フォースダウン、福岡大学フォーメーションを変えましてパントフォーメーションとします。パントはキックによる攻撃放棄となります。しかしそのキック力により陣地挽回が図れます。これを西南リターン入った。ナイスリターン。ここで反則が発生しています。イエローフラッグが投入されました。実に素晴らしいリターンを決めましたのは34番の木内でした。大分舞鶴高校出身の1回生です。さあこの反則は果たしてどの段階の反則でしょうか。に反則がありました。レイトヒット、プレーが終了した後にヒットしたということです。この反則は非常に重大な反則として扱われます。ペナルティは15ヤード、そしてオートマチックに相手チームにファーストダウンが与えられます。従いましてプレー終了時点から15ヤード進んだ位置で西南学院のファーストダウンとなります。結果西南学院は相手陣27ヤードからの攻撃に入ります。大きなチャンスをまた得ました。西南学院ファーストダウン10。さあまずアイフォーメーションからフルバックへダイブプレーを展開させました。オフェンスのプレーの中では最短最速のプレーであるダイブプレーをランニングバック3番託されまして、中央突破し約2ヤードのゲインとしています。さあ続けざまにプレーを展開します。西南学院セカンドダウン8。これは福岡大ナイスタックル。今度はランニングバック34番にトスしまして、左オープンスイーププレーを展開しようとしましたが、これを福岡大学44番見事なペネトレートで約2ヤードロスに変えました。素晴らしい対応をしましたのは福岡44番の江頭です。清和高校出身の4回生。西南学院サードダウン10。ナイスパスカット。ここでエンドゾーンを狙うロングパスを投じました。西南学院レシーバー空いてるかに見えましたが、福岡大学47番素晴らしいワンハンドカットでこのパスを阻止しました。パス不成功でフォースダウンに変わります。見事なパスカットをしましたのは47番の武田でした。福岡大大濠高校出身の1回生。西南フォースダウンギャンブルに入ります。不成功。この
のパス不成功です。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代となります。攻撃権変わりまして福岡大学の攻撃に変わります。花原さん、その通りです。この試合は1敗同士の戦いです。残念ながら優勝は全勝になりました九州大学パルーカスになりましたが、しかし3強の中のその優位にある上位を決定する、まさにお互いのプライドをかけた一戦でもあります。さあ福岡大学攻撃権得ましてファーストダウンの攻撃に入ります。ボールオンは自陣27ヤード、ファーストダウン10。不成功です。パス不成功の判定です。ここからパスプレーによってまず状況打開を図ろうというところでしたが、これを西南学院9番パスカット、むしろインターセプト仕掛けるという凄まじいカバーでした。しかし攻撃権は現在福岡大学継続です。攻撃の回数は2回目に変わります。福岡大学セカンドダウン10。ワイドレシーバー9番にパス、9番絶妙のタイミングでこれをキャッチしまして攻撃権更新です。失礼しました、レシーバー6番でした。6番が見事なキャッチをしまして攻撃権更新としました。福岡大学ファッサー、ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。素晴らしいパスキャッチを決めましたのは福岡大学の6番の江口でした。大牟田高校出身の4回生です。マッチョメ隊長様、メッセージありがとうございます。あ、現在渋滞に巻き込まれているということですね。これは本当に交通事情というのは本当に辛いものがありますが、間に合っていただきたいという部分と、その間はこの配信で少しでも熱気をお伝えできれば幸いかと思っています。さあ試合再開です。福岡大学ファーストダウン10。成功。今度は左に展開しておりました18番へのパスでしたが、このパスはオーバースロー、パス不成功となっています。ダウン1つ変わってセカンドダウンに変わります。さあパス攻撃によって打開を図ろうとしている感があります。そこですかさずランに入った、パスアクションの中その裏をかくようにランニングアップ10番にハンドオフしまして、10番右を2袋ランで駆け上がり約6ヤードのゲインとしています。ここでホイッスル、負傷者が発生しております。非常にアグレッシブな展開を両チーム行っております。現在は西南学院がワンタッチダウンリードする形でレフリータイムアウトが入っております。さあそのレフリータイムアウトをかけました試合再開となります。福岡大学ボールオン自陣49ヤードからサードダウン4。さあ素晴らしいランが出ましたがイエローフラッグが投じられています。この反則は果たしてどちらにあった反則でしょうか。
ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。反則はディフェンスにありました。オフサイド。ボールが動く前に相手エリアに侵入していましたが、この反則を福岡大取りません。先ほどのプレー有効としました。従いましてクォーターバック11番の大前のランによりまして攻撃権更新です。福岡大学ファースター。さあこれによりまして相手陣の31ヤードからの攻撃です。投じようとしましたが相手のラッシュカバーがよく急遽スタンブル緊急発進のランプレーに変えました。この判断によりまして約8ヤードゲインとしています。非常にタフな判断をしましたのはクォーターバック11番の大前、4回生のクォーターバックです。福岡大学セカンドダウン2、一気にエンドゾーン落としレンドするパスを投じましたが、このパスを取ったのは西南学院の6番インターセプトにより攻撃ラッシュし攻守交代です。ターンオーバー。素晴らしいインターセプトを決めましたが西南学院6番の津森、城南高校出身の4回生です。さあ攻撃権取り返しました西南学院、自陣24ヤードからの攻撃に入ります。西南学院ファーストダウン10、このパスは不成功です。クォーターバック16番右に展開していたワイドレシーバー1番にヒッチパスを投じましたがわずかにショートしパス不成功となっています。西南学院セカンドダウン10、パスは成功です。パスは成功、ファースター。クォーターバック16番左側にいたワイドレシーバーのロングパス、このパスをレシーバー15番キャッチしましてビッグゲインとなりました。押村区はサイドラインを踏みましたのでこの時点でプレー終了です。しかし一発で攻撃権更新です。西南学院ファースター、素晴らしいパスを投じましたのはクォーターバック16番のプレイヤーです、高橋。小倉高校出身の3回生取りました。ワイドレシーバーは熊木、福岡大学大濠高校出身のプレイヤーです。さあここでランプレーを入れました。ナイマック3番にボールを託しまして中央突破、ゲインは約3ヤードとなっています。キャリア3番は平田、福岡舞鶴高校の1回生です。
ここでクォーターバック16番プレイアクションから一気にロングパス、ワイドレシーバー1番、相手ディフェンスの競り合いに勝ちまして、このパスをキャッチ、一気にゴール前に迫りました。西南学院ファースター、素晴らしいパスキャッチ、決めたのはワイドレシーバー1番の古川、屋根学院高校出身の4回生です。さあゴール前1ヤード、ファースト&2ゴール、タッチダウン。この状況ランニングアップ41番ハンドオフ託されまして中央突破、アイフォーメーションのブラストプレーで相手ディフェンスラインを粉砕して、そのままエンドゾーン飛び込んでタッチダウン。西南学院6点追加となりました。見事期待に応えましたランニングアップ41番は脇田、清風高校出身の4回生です。決めまして1点追加、西南学院大学14点、福岡大学0点となりました。福岡大学が反撃な展開しようとするところを断ち切りました、インターセプト、これを皮切りに西南学院が一気加勢に押し返しまして、タッチダウンを重ねております。その得点を挙げました西南学院のキックオフで試合再開となります。さあ福岡リターンに入ります。さあまだ返そうとする、ナイスリターン、なんとかこのキッキングで打開を図らんと、キッキングチーム全員での総掛かりで自陣40ヤード地点を確保しました。さあ福岡大学の攻撃です。ボールオンは自陣40ヤードの位置にあります。先ほどとは変わりまして優位な位置からの攻撃開始、さあどのようなプレーを持ってこれるか、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。オフェンスには制限時間があります。その時間内にプレーをしなかった場合には5ヤードバッタリとなります。従いまして福岡大学5ヤード下がってファーストダウンやり直しです。福岡大学ファーストダウン15、11番、オプションプレーから自ら切り、相手のディフェンスの逆を突くようなカットを切りまして、約14ヤードのゲインとしています。ここで第1クォーター終了となりました。第1クォーターを終わりまして、西南学院大学14点、福岡大学0点、攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。